ず8の日の配信じゃないや、8の日の振り返り配信って感じなので、それはまあ後ほど喋るとして、で腰についても喋るとして、ただ人がねちゃんと集まってからみんなになんか何回も言うの、私何回も言うのがすごい嫌でそう、あのママとパパにもなんかあの今日どうだったとかなんか聞かれるのとかすごく一回にしてくれよって思うんですよ。そうだから一旦なんか適当な話をさせていただくと、そうですね、メールを送りました、ぜひ皆さん読んでください。あとは今日は無事レッスン自体はしっかりと頑張って、あのまあ頭に入ってるか分かんないけどちゃんと振り振りでは踊れています。なので頑張ったよってことを伝えますね。あとは何喋ろうかな、明日はお昼朝くらいに、朝っていうとちょっとあれだな、でも朝配信をします。はい、ちょっと夜ができない確率の方が高いので朝配信をします。でそんなに長くもない、まずだからそれは許して、朝って言っても6時とかじゃないです、そうですね、午前中って解釈していただけたら嬉しいかなと思います。はい、あとはなんかどうでもいいこと喋りますねって言ったけど全然どうでもよくないんですけど、あまあ見られる方は限られちゃうのでちょっと今のタイミングでお話しするんですけど、明日の16時55分からの25分からのいっちゃん KNB さんにまたまた私橋本春奈出演させていただきます。今回はあの関さんに、母心の関淳さんに教える握手会編ということで、まあ、どんな感じになっているのかも私もちょっとドキドキワクワクって感じなんですけどはい、あのとっても楽しみに皆さんしといていただけたら嬉しいなと思います。はい、私が今のお話し会じゃなくて握手会の時に気をつけていたことを、まあ、お話しさせていただいている感じなので、はい、おすいません、アップル、マックを再起動させました今すいません、なんか音量ボタンが使えなくなっちゃったので今再起動させました、すいませんねはい、そんな感じかな。腰はじゃあ10時になったら腰の話をするとして、あと12分はゴールデンベッドタイムなので久しぶりにドボンします。ちょっとしばらくねできてなかったの、橋本忙しいと何もできなくなっちゃう人間なんですよ、それ以外のことを。そうだからちょっとだからね、本当はね私なんか劇場前とか後の、ま、前のはいい、後のはいいんですけど、劇場前のドッポンタイムってあるじゃないですか、正直私は劇場に集中したいので、うん、ホテル行ってからやるからちょっとと思っているんですけど、まあ、私はねまだそれをねやったことがないのでわかんないんであれなんですけど、
はい、正直いいやいいやいや、あ、すいませんすいませんすいません、 YouTube の CM が謎に流れた。なんで今再起動させたからかな。そう言われなくてもやるよって感じなんですけど、まあまあまあ、しばらくここ最近できてなかったのでやりたいと思います。9分間じゃあドボンライブの話についてちょっとだけ触れますか。ドボンやりながら、でも本当に1曲目からなんか橋本って感じの曲にしていただいて、そう本当にありがとうございますって感じなんですけどそう、あとはなんかあのファンの方と昨日お話し会でお話ししてたんですけど、なんかどういう感じかって、なんかハルピョンが全主役なのみたいな感じっていうよりかは、本当にあのいろんなメンバーがしっかりと目立てるような演出をしてくださっているので、なんか確かにいや1位なんだからそこはおいおいおいみたいな感じではないんですけど、でもどちらかというとなんか本当に富山ツアーみたいな感じだと思っていただけたら嬉しいなと思ってて、そうチーム8の全国ツアーの富山の公演だと思っていただけみたいな感じを八王子でやるよみたいな感じで思っていただけたら嬉しくって、そうなんかあの時もその別に私がセンター以外の曲もあったじゃないですか。そうそうそう、だからそういう感じ本当に、うん、そうです。あ違うな、富山ツアーって、あ待って、ファンの人に富山ツアーって言っちゃったけど違うかも。山梨ツアーのひだあやみたいな感じかな。ですかも、ですかもかもしれない、そっちかも。そうなんかいろんなメンバーがセンターになるっていうことに関して特に富山ツアーって言っちゃったけど違うわ、山梨のひだあやみたいな感じかなって思っていただけたら嬉しいです。だから主役のっていうかセンターの曲ももちろんありがたいことにいただいているんですけど、でも本当にみんな全曲通してみたら全員センターやってんじゃないかなってぐらいの感じなので、そうそうそう、だからなんだろう、ちょっと富山ツアーは言い過ぎた、ごめん、昨日来てくれた人に謝るわ誰だろう、あの言っちゃった方ここに今いるかなごめん嘘ついてましたはい、でもそんな感じ本当に一応主役ではあるよねみたいな感じなんですけど、でも全然なんかみんなが主役っていう感じなので、なんか期待をそこまでしないでいただきたい橋本意外と後ろじゃんかよみたいな曲とかもあるかもしれないので、あのまあこれまでのなんかあれにやったことあるポジションとかにのっとってやっているので、そりゃね奈々さんとかは必然と前にね行くんですよ奈々さんとかはねいっぱいセンターの曲、センターの曲っていうか前の方の曲とかやってるから、そうだから必然にそうなるんですけど、必然的にそう、でもまあそういうことですはい、まあまあまあっていう感じ。だからなんか俺はハルピョンのセンター見に来たのにみたいな感じには思わないでください。はいうんです。はい、あと5分何喋ろう。
な感じ。昨日オンラインお話し会が終わってホテルに戻って、あのコンタクトを外すじゃないですか。そしたら消えたんですよ。なんか落ちたと思ったんです私。あやばいと思って、そう、あの外してた時にあやばいポロって落ちちゃったと思って、そこら辺を、あたりをめちゃめちゃくまなく探して、この辺についてないかとかもめちゃめちゃ探したんですけど、なくて消えました。私のコンサート、コンサートじゃない、コンタクトが神隠しに遭いました。はい、めっちゃ恐怖です。マックミックさん、マークンさん、ハートありがとうございます。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとう。山内さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。そうなんです、めっちゃビビった。そう、でも2ウィークなので、で2ウィークで、かつ結構もう2ウィーク目に差し掛かってたので全然いいんですけど、そう、悲しいことに消えました。はい、そうなんです。どっかにどっかに、うん、今は多分どっちもあるよね。待って、これ入ってるよね、どっちも目に。今入ってる。って入ってなくない？え、わかんないわかんないわかんない、ちょっと待って、むずい。あ、入ってた、ありました。ありました。そう、どっちも入ってた、安心。こんな感じです、私のここ最近のこと。スミちゃん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。あ、でも前に入ってると思ったら、そのパックをして、パックの上から私なんかつけてるんですけど、そう、そのパックが乾燥しないようにつけてるんですけど、そのパックしてて入ってコンタクト入れたと思ったんですよ。朝洗顔終わってコンタクト入れてパックしてると思ってこう いて、なんかいつもと見え方違うなと思ったんですけど、まあ別になんかパックしてるからそんな気にもならず、ぼーってしてたら、パック外してなんかいろいろ考えてみたら、いろいろ考えてみたら入ってなくて、そう、片っぽ、あれと思って、変だなと思って、なんかそのおーって思ってなってたら、このパックの上にしてた、そのパックが蒸発しないようなパックみたいなのがもう一個あるんですけど、そのここについてた、眉間のところについてて眉間ってここか、ここ、この鼻の骨のこの辺りについててそれは見つかったから良かったんですけど、そう、びっくりしました。はい、鈴江さん、ハートありがとうございます。ラボーナさん、タコありがとうございます。997日2日目、間違えた、2回目ありがとうございます。トラック野郎さん、ミラーボール10個ありがとうございます。竹兄さんのミラーボールも歌うんですけど、10個分、まずはトラック野郎さんの10個分。鈴江さん、ハートありがとう。待ってね、時間カレンダー、めくるめ
食って帰ると言ったわがままが君らしい突然僕はどうしてと聞けずに拗ねたふりをした愛すのを愛すのときめきハートがリプレイしているよ先よりも切ない夢になる愛すのときめきごめんねいたずらしたことをなだめる僕みなだめるみたいに僕に拍をして一人で部屋を出てゆくそんな君が愛しい君は猫のように自由で誰にも止められない愛すの口づけなぜだか甘くて冷たくて胸の奥のどこかがキュンとしたありがとうございます。トラックエラさんミラーボールありがとうございます。10個ありがとう。マフィアのアバターが出ない頑張れタケニーさんいないかないるかな。サクタロウさんハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。じゃあちょっと10時になったので、あ、パンダさんミラーボール3つありがとうございます。とりあえず歌います。とりあえず歌いますキュンとしたアイスの口づけちょっぴりぶどうの味がした凍った果実を食べていたんだね無邪気に笑い転げるそんな君が愛しいミラーボール3つパンダさんありがとうございます。ありがとうありがとうございます。みんながミラーボールを出そうと頑張ってるかわいいそしてじゃあ良きですかね。パンダさんハートありがとう。キュンです。ありがとうありがとうございます。それではまあ私からですね、皆さんが気になっているであろうことについてお話しさせていただくんですけど、はい、サプライズレバーさんミラーボールありがとうございます待ってどうしたらいい。まずメール送るわ一旦。待ってこんな時間だもう待っておもろい喋ろうとしてミラーボール来るかける3回目とりあえずもう一旦メール送ろうっていう気持ちになったうん足元パニックワニワニパニックあったよねそういう流れ。みんな私のアバターをどうにかしてゲットしようと頑張ってくれてるのが可愛すぎて心が潤される。左目右目
よし、ちょっと今日はいつもと画角が違う。あ、嘘、一緒な気がするんだが、いつもとちょっと違う。それはすまん。うん、あんま気にしてない。なんかなんて言うんだろう、あの何て言うんだろう、やってる場所は変わんないんだけど、なんかこれ三脚なんですよ。でいつもここにやってもあれなので、いつもそのシュンってやってポンって置いてるんですねだから多分三脚を置く位置が違ったりとかしたら、もしかしたらいつもと画角が違う。待って、そんなことってあんのかな。そう、もしかしたらそういうこともあるかもしれない。あと三脚の高さとか、ほらこういうのとかで多分画角が変わってくるんじゃないかなと思います。すいませんねあんまりそんななんか発表の画角が違うから今日は機嫌が悪いとかそういうのはないので、あのご安心ください。はい、ということでちょっとお待ちくださいね。一旦お安を送信です。そしてえ、私のことについて少し皆様が気になっていることをお話しさせていただきますとですね、そうですね、まずは本当にご心配をおかけしてしまって本当に申し訳ないんですけど、あの本当に腰だけがただただ痛いので、あのなんか熱があるとか、なんかなんだろう、喉が痛いとかそういうことは全くなくて、もうそこ以外はもう超元気なんですよ。そう、なんならもうって感じなんですけど、あの本当にそこだけが痛くて、そこが痛いともうこんなにもなんか元気に見えないのかって思うくらいなんか疲れっていうか、なんか気持ちがなんかふんがーってそうなっちゃっているのがすごい悔しいんですけど、まあはい、そんな感じですかね。堀ちゃんさん、お猿さんありがとうございます。そうです、なのですごいどうにかしてっていう感じで頑張りますっていう気持ちでいっぱいなんですけど、まあ、それは一旦置いといてまあ今痛いか痛くないかって言われたら痛いんですけどはい、でもなんか原因が、なんか原因っていうか、原因はなんか直接的な原因は分かんないんですけど、でもなんかこういうことだよねみたいな原因は分かって、すごいなんか自分の中でこれまでの、まあ、これまでも腰が痛くなることは何度かあったんですけど、でもなんかそれがなんか晴れた、その謎が解き明かされたっていう感じがして、なんかそれはそれで良かったのかなと思います。で結局はその整形外科に行ったんですよ。はい、で整形外科に行かせていただいて、レントゲンも、てかレントゲンをまずあの、まあ、なんか初見みたいな感じでポン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 って見られたんですけど、全然その感じでは別に悪いっていうか、なんか悪いとこは全くないみたいな、そうなんか力もしっかり、足とかに力も入れられてるし、別になんか骨がとかっていう感じではなさそうだけど、一応レントゲン撮りましょうってなって、そう一応ねレントゲンを撮りました、こうやって。はい、でその写真がこちらって、多分 YouTuber さんだったら出るんですけど、私は出ないんですけど、でもそのレントゲンの写真もなんか画面も撮ったんですけど、なんかあんまり見せるものでもないので、あの見せないんですけどなんかとりあえずその私のまず背骨に問題があったらしくて、そうこれはそりゃ腰が痛くなりますって言われたんですよ。そう
で私結構前から私反り腰で猫背なんですよねみたいな話を結構お話しさせていただいてたんですけど、なんと反り腰とは全く反対の平背って言うんですか、なんか平たい背中の背って書いて平背って呼ばれるものだったらしくて、あの背骨がまっすぐなんです。そう、でもこれは姿勢が悪いとかそういうことじゃなくて、もう生まれつきこういう骨だから、もうこれからも腰痛と共に生きていかなきゃいけないらしくてそうなんですよ、それが分かったんです。とりあえず、はい、そうなんですね。だから私はこれまで反り腰っていうのはなんか人間の背骨ってちょっとこうなってるくらいがちょうどいいんですって。そうなんかなんですけど、反り腰はここがこうなりすぎてるのが反り腰なんですけど、私はそれがもう超まっすぐなんですえ、本当にこの写真見てほしいんですけど、なんかレントゲンのデータをもらったっていうより、そのレントゲン写してくださってる写真のパソコンの画面を撮っていいよって言われたので写真撮らせていただいたんですけど、もう横から見たらめちゃめちゃまっすぐで、そうびっくりしたんです。だからなんか反り腰でなんか胃が下にあるからなんか胃下垂なんですよねっていう話をさせていただいてたと思うんですけど、結構だからなんかあんまりそのお腹に脂肪がつかないけど食べたらすぐ出ちゃう、お腹がねすごいポッコリしちゃうっていうのを多分喋らせていただいてたんですけど、それが全く逆で、嘘ついてたごめんねこれまで皆さんに嘘ついてたんですけど、あの私反り腰じゃなくて平背って言われるその背骨がとにかくまっすぐなもので、でそれって結構食べたらお腹が出ちゃうらしいんです。そう私もそれ見てたんですけど、そのネットで調べて食べたらお腹が出ちゃうらしくて、そうなんですよであの皆さんね言ってくださってるんですけど、お医者さんにも言われました、あのきっと性格もすごくまっすぐでもうまっすぐに育っちゃったんだねって言われて口説かれたそう、まあとりあえずそんな感じです。なのでなんか骨が折れてるとかぎっくり腰とかそういう感じではなくて、もうとにかく背骨がまっすぐすぎて腰にすごい負担がかかる骨付きなんかここ何の跡だろう、わかんない、そう骨付きらしいんですよ。なんか今ストレートネックってよく言うじゃないですか、それって首がすごいまっすぐになっちゃってる人のこと言うんですけど、そうスマホの使いすぎで若者とかがよくなるんですけど、それの背骨版だよって言われましたそうなの、うんうん、そう言われました。まあ、とりあえず痛み止めと湿布をいただいたのでそれでまあ治せって言われたんですけどはい、そうですね、びっくりです、私の背骨がこんなにもまっすぐだったのかってうん、だからもうこれは生まれつきだから背骨を今から曲げることもできないからもう多分一生腰痛ですって言われました。ただつらと思って、はい、それだけはマジでつらいなと思いながらまあしょうがないんでそれで生きていくしかないんですけど、はい、それだけはそれがマジでつらいです。とりあえずでもとりあえずなんか踊らないでくださいとも言われてないし、なんかちょっと踊るんですよみたいな話もしたんですけど、そう、あー在学生、あサークルとかでそうですよねみたいに言われて、あーって言っといたはい、おじいちゃんだったので、おじいちゃん先生だったので、
そうそうそう、だから全然なんか踊らないでとも言われてないし、なんかなんだろう、すごい、まあ、安静にしてとは言われたんですけど無理なのでって思いながら聞いてました。ちょっと22までは無理なんだよなと思いながら、そうそうそう、うん、でもまあ本当に多分連日の疲労というか投資もね、すごいもう8の日のその頑張るために投資も何回もしたりとかもほぼ毎日してて、そうレッスンとかも本当にたくさんして、だからこそなんかいつも以上にその落ち着きは確かに生まれたコンサートではあったんですけど、体に負荷をかけていたっていうことが分かりました。はい、マークンさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうですね、ちょっとなのであの今後はなんだろう、レッスングッズとかをまず変えた方がいいのかな、ニューバランス。私は今は全然スニーカー全然今違うの使っちゃってるんですけど、ニューバランスの方がいいんですかね。タムタムさんピンクだるまありがとうございます。ジャムさんハートありがとうございます。キュンですありがとうございます、ありがとう。そうなんですよ、とりあえずなんか大変らしくて、うん、でなんかあの寝る時もそのこう寝てるとしたら、このここが腰だとしたら、ここにクッションを入れるとなんかその人間らしい背骨のアーチが作られるみたいな、そうらしいので、なんかこれそれもネット情報なんですけど、これからやっていこうかなと思います。はい、パンダさんハートありがとうございます。ママには背骨の写真は送って、そうあの見てもらったんですけど、なんかなんでこうなったよっていうのも伝えてなくて、ただただ背骨がまっすぐな写真だけを見せたんですね。でそのなんでって聞かれたけど何も答えなくて、だから今この配信を見て知ってると思います。この後きっといろいろ聞かれるんでしょうけど、はい、でも別に本当にあの特にって感じなので、メンバーのイベントとかと一緒ですね、あのファンの方と一緒に知るやつ、うん、で本当にもうなんかもうあのとりあえずお薬は出すけど、もうこれ以上も本当に無理なんです、どんだけ頑張っても治らないんですってなったら、なんかまあそれこそって言われたので、はい、とりあえずはしばらく調子見様子見。ママから背骨まっすぐに産んでごめんよって来ました。はい、背骨がまっすぐに生まれてきちゃった子なんですよ、まっすぐ育ちました。でもさ、これがさこう背骨がさうねってたらさ、もっと身長低かったわけでしょ。つらい、やば。うん、本当に、だから私はあのそうですね、とにかく身長を伸ばすために背骨がまっすぐになったんだと思います。サットさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そんな感じです、本当に。だからもうなんだろう、とりあえずなんかめっちゃどこかに原因がすごいあるわけではないしないんですけど、とりあえずあの背骨がまっすぐなことだけはすごい伝わられん伝えていただきました。はい、うん、本当にもう面白いぐらいまっすぐなんですよね。うん。
こんなにまっすぐかって。でママにレントゲンの写真を送った時に、あの五十嵐しおりさんってわかります？あのあ危なメイク道具、あの名前忘れた、ラジエーションハウスの五十嵐しおりさんじゃないからわかんないって来ました。でもその通知を私は無視をして今この配信を始めていますそう最低な娘すいません。そう、ラジエーションハウスのもう見ただけですごいわかる人みたいな人がいるんですよ。そう、その人じゃないからわかんないって来ました佐久太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。あきりんさん、お猿さんありがとうございます。コルセットつけないの？別にコルセットつけなさいとも言われてないんですよね。つけた方がいいんですかね？持ってない。うん、愛さん、赤だるまありがとう。長野県民さん、おこたてみかんありがとう。つけた方がいいんですか？わかんなくて、わかんないんですけど。へいはい。へいはい、ストレッチポール。ストレッチポールをしてその背中の筋肉を強くするべきなんですって。へえ。でも今は無理です、痛すぎて何もできない。うん、だからやめます。うん一旦ね。コルセットは別にいらんって言われましたいらんらしいあきりんさん、ピンクタコありがとうございます。まあでもとりあえずは安静にっていうことだけは、そんな感じなので安静に、できるだけ安静にはい、したいと思います。トラッキーさん、ピンクタコありがとうございます。ということで、それではようやくエイトコンの話について、エイトコンっていうかエイトの日についてお話ししていきたいと思います。イエーイ。ということで、とりあえず無事終わりましたね。よかった、無事開催されて、無事終わって、本当に本当に本当に良かったなと改めて思っている次第でございますが、ナーミンも最近ぎっくり腰。私はナーミンではないですよ。はい、あ、間違えた。私はぎっくり腰ではないんですよ。はい、ヘイハイっていうものなんですまずはお昼から振り返っていきます。とりあえずキューティー、お昼じゃないか、キューティーから振り返っていきたいと思います。ママシロちゃんのそれでは好きでは君と僕の関係がありまして、まあ私は M2 の野菜シスターズから登場させていただいたんですけど、人参になりましたはい、皆さんすごい、私の匂わせには無事気づかなかったっていう感じで、とっても嬉しいんですけど、
とりあえず私は野菜シスターズで人参になったんですけど、あのもともと8月の段階の8の日の時はトマトキャベツ人参かぼちゃ赤冬はナスにごぼう玉ねぎセロリブロッコリー大根太陽のぼてまあ幸せだよ今日も一日並び合わせていきましょう集合イエイエイ紫芋、クレソンレタス、小松菜、ビート、アスパラガス、ケール、パセリ、明日は生姜、プチベール。私プチベールだったんですよ、もともと8月の段階では。そう、ただそのまあ8月からその一緒にね、本当はレミタンとひゆかちゃんが出る予定だったんですけど、本当にすいません、レミちゃんファンの皆さんレミちゃんの人参が見れるところだったのに私が人参になってしまって本当にすいませんそう、私はプチベールだったんですけど、そのまあもともと一緒に16人で披露する予定だったんだけど、まあ出演できないメンバーが、そう8月と比べて出演しないメンバーが何人かいたので、まあいろんなねメンバーの卒業もあったりしていたので、私がレミちゃんのポジションに入らせてもらって、そう野菜はスタッフさんが決めました。でも私はそのジュリナさんのポジションだったので、まあ人参別になんかその人が決めたっていうよりかはそのポジションだから来たっていう感じ。まあそれかスタッフさんがウサギだからこいつ人参着せたいから人参のところでジュリナさんとこうっていう感じだったのかもしれないんですけど、まあ、とりあえず人参になりました。はい、すごく人参になりましたプチベール大太鼓さんじゃなかった？ラブタンさんだった気がする。違ったっけ？プチベール、あれ野菜シスターズプチベール、ほらプチベールはラブタンさん、ラブタンさんになりました。ラブタンさんになりましたじゃない、本当はプチベールだった。プチベールの衣装どんなだったんだろう。太陽昇ってわお、こっちも結構セクシー、どっちも可愛いけどこっちは結構こんな感じ、この辺がこの辺が結構って感じですねはい、かわいい。でもまあ人参で私の美しいお腹を見せれたんじゃないかなと思います。 Yes I can。 足とこの胸のデコルテラインが出るかお腹が出るか、どっちが出てほしかったですか？まあデコルテラインはまあなかなかないけど、足が出ることはよくある。なんか言い方悪いですね、足が出ることはよくある。なんかめっちゃキックする人みたい。違いますよ、足をなんて言うんですか、お足を披露させていただくことはよくあるんですけど、まあ、こうやってねこの人参さん見て、この楽しそうな人参人参さんになってこのお腹をねこんにちはってすることはなかなかないので、まあ良かったんじゃないかなと思いますけども、はい、すごく恥ずかしかったです。でもなかなかないのでね、で次が淡路島の玉ねぎ、もともと SDN さんの SDN48 さんの曲で曲なんですけど、初めて披露、まずそして8でと AKB で初披露なんじゃないって感じぐらい
披露初めて披露させて、 STU さんがなんかね YouTube で調べたんですけど、 STU さんが結構どっかで披露しててなんか細かい手の振りを調べたくて、そう YouTube で調べたらできたんですけど、まあそれは置いといて、でも AKB では初披露なんじゃないかってくらいすごい、なんかパラパラが元となってる曲で、なんかもう本当に淡々と踊るみたいな、うん、感じの曲だったんですけど、あのモロヘイヤさんでおなじみの吉田カレンさんと玉ねぎさんでおなじみのあの福留光雄さんがすごい必死に頑張って、あのなんていうんですか、コントをやってくれたおかげで、あの気持ちも乗って、なんか本当に、これ言うとあれなんですけど、苦痛って言うとあれなんですけど、なんかなんだろう、すごいファンの方の前ではすごいなんか楽しんでてきたんですけど、なんかそのリハの時とかに大人がいっぱい目の前にいて、なんかすごい真顔で見てるわけですよ、その人たちが。でなんかそこでなんか淡々とこっちも真顔でやるじゃないですか、真顔って言うとあれですけど、まあマスクしてるし、でもそこが一番あれでしたね。そうすごいね、やっててすごい楽しい曲なんですよ。でファンの方の前でやるのはすごい楽しいんですけど、なんかすごいいっぱいいる大人の前でやるのがすごいちょっと恥ずかしかったうん、真顔でみんなと思いながら笑顔で見てくれって思いながら、でもすごい楽しい曲なのでこっちも盛り上がる曲だし、上げてけ上げてけパリラパリラっていうのがすごい楽しい曲なので、ぜひいろんなところで、まあ、リハだけは本当に嫌なんですけどはい、すごい楽しい曲なのでぜひぜひ、そうとても楽しかったです。はい、人参で玉ねぎをやるっていう、とても楽しかったですはい、ふう、ほぼね 0.5 にいたので結構真ん中の方にほぼいたんじゃないかなと思うんですけど、楽しかったです。でもあれをきっとなんかいや人参でよかったよ、オレンジで見つけやすいし、うんとってもカレーが食べたくなった、そんな一曲でした。次、永遠プレッシャー、ネモ派も踊ってなくて、遠距離ポスター、ガラスのアイラブユー、虹の作り方、スイカベイビー、かっこ悪いアイラブユー、伝説の魚、私これ全部踊ってないんですけど、あの実はかっこ悪いアイラブユーはやりたいですって言ってた曲の中に入れてたんですよ。そうだからなんかできなくてピエンって思ってたんですけど、なんかやりたかったから。そうでもなんか振り付け見たら結構大変そうで、なんか私がフレンチキスさんのかっこ悪いアイラブユーを見た時は全然そんなに大変に見えなかったんですけど、ちゃんと間近でね、その私がそれを見たのはセーブドームのライブ DVD なので、ちゃんとメンバーが踊ってるのを間近で見たらちょっと大変そうだったので、あ大変そうだなと思いながら、あの横目に見てました。多分今後言わないです、ちょっと大変そうなのではい、そして、このあと4曲撮影可能コーナー、ビンゴ、アーモンドクロワッサン計画、ウィンクは3回ボーイフレンドの作り方っていう感じだったんですけど、私この中で3曲出演させていただいてて、アーモンドクロワッサン計画とウィンクは3回ボーイフレンドの作り方の3曲に出演してたんですけど、もともとはアーモンドクロワッサン計画とウィンクは3回の2曲だけに出演する予定で、でもっと言うと、もともとはアーモンドクロワッサン計画はユキちゃんがセンターの曲、原本ユキちゃんがセンターでだったんですよ。そうユキちゃんが多分やりたいって言ったのかな。そうで私はウィンクは3回やりたいって言わせていただいたんですけど、だからセンターだったんですけど、ユキちゃんが卒業しちゃって、そうそれでセンターが空いたっていうのになって、私がこの曲のセンターをさせていただきました。なので撮影可能曲4曲中2曲ハルピョンがセンターだったということで、ありがとうございますって感じなんですけどそうそれで
実はねやったことなくてアーモンドクロワッサンケーキやったことあるんですけど、三重ツアーで私お手伝いの時で、そうだからなんかサビとかはやったことあるんですけど、それ以外は全然やったことなくて、だから覚えるのなんか大変だったんですけど、とっても楽しい。なんか私が得意なジャンプの振り付けって感じだから腰やったのか、あまあいいや、そうこういう感じの振り付けだったのでとっても楽しくできたんじゃないかなと思います。でウインクは3回、これは本当にできてよかった。めちゃめちゃすごい、なんだろう、昔からすごい好きな曲で、この曲が出た時からすごい好きな曲だったので、いつか絶対やりたいと思ってたんですけど、そうようやくできました。うい、うん、なんかアーモンドクロワッサンはこれパクパクするんですけど、ウインクは3回はこうなんですよ。これがまつげで目に見立ててて、そうでアーモンドクロワッサンじゃないですか。でもウインクは3回うい、うんくはって3回しかできないの。うい、うんくは3回っていう、そうだからすごくこれなのかこれなのか、しかも2曲それが続いてるからどっちからなのかっていうのがすごい、あの本当に皆さん ごめんなさい紛らわしいことをさせました。はいそうです。でまあこの曲2曲ともセンターをさせていただいて、まあ、ウインクは3回途中でね私はけたんですよ。多分いろんな人の動画とかあの見てるとわかると思うんですけど、えセンターなのに途中からハルピョンいないじゃんって、しかもしれっと抜けてるじゃんって多分思ったと思うんですけど、あのボーイフレンドの作り方がね2回で始まるっていうことだったのでちょっと2階に行かなきゃいけないっていうあの用事を思い出して用事を思い出して、まあ、用事を思い出して、そう2階に行きました。なのでちょっと途中でセンターだったのに派遣させていただきました。全然なんか元気じゃなくなったとかそういうことじゃなくて、腰痛めたとかじゃなくて、そういう演出なので、まあ真ん中がねそうあんまいなくなってもそんなにバレないフォーメーションだったので、よき、すすきの5年さんサイリウムありがとうございます。そしてその時にあのそれをね相談された時にマネージャーさんから言われたことをおもろと思ってメモってたんですけど、アーモンドクロワッサン、ウィンクは3回、ボーイフレンドの3曲に出るから、でもウィンクは3回は1回だしウィンクは3回は1回でやるしむず、ボーイフレンドの作り方は2回でやるからもう間に合わないじゃないですか。曲の時に真ん中に階段があれば別だったんですけど、真ん中に階段もなくてなんか間に合わないからってなって、どうするって、そうまだウインクは3回の振り入れしてなくてどうするってなったんです。でマネージャーさんに言われたのが、お願いだから瞬間移動してくれないって言われてそれはさすがに無理ですって、瞬間移動はちょっといくらな橋本でもできませんって言ったら、いやいけるよラビットジャンプでできるじゃんって言われて、めっちゃ煽られてるんですけどめっちゃ笑いながら言われました。はい、あ無理ですってあすいません、さすがに無理ですごめんなさいって言って、そう、まあ、とりあえずあの後ろに履けてあの横から出るっていうスタイルを取らせていただいたんですけど、はい、もともとねボーイフレンドの作り方も出る予定じゃなかったので、別のメンバーが卒業しちゃったメンバーが出るところで出させていただいたんですけど、ミスターと楽しく本読んだりして楽しかったです。で私感想で喋るところがあって、恋とは〇〇だと思いますっていうのをなんだろうと思っていろんなね先輩のあのあれとかも見たんですよ。なんて言ってるのかなとか見たんですけど全然思い浮かばなくて、ミスターが私恋とはチームメイトだと思いますって言うねって、もうなんかもうそれが正解じゃんと思ってめちゃめちゃ悩んだんです。これ答え知ってる人は言わないでください、私なんて言ったと思いますか。答え知ってる人は言わないでくださいね、内緒で。北里光平さんハートありがとうございます。長野県民さんピンクタコありがとうございます。なんて言ったと思いますか。そうさやりんに一緒に考えてもらって、なんかハルピョンらしいからそれでいいじゃんってなったんです
そう、なんでしょう、チチ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 。ちなみにもう尺的には恋とは丸々だと思います。こんぐらいの尺だからすごい長いことを言える。なんかもともとは私恋っていうのの あれを言おうとしたんですよ。広辞苑に載ってる意味を全部、恋とはなんちゃらなんちゃらで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 なんちゃら、あーパーパラパーって言おうとしたんですけど、時間が結構もう本当に一言ぐらいだったので無理だと思ってそう、それで結局本当に一言に変えました。ラビットジャンプは違う、ツインテール恋とは跳ねることぴょんちゃんっぽくて笑った胸に刻んどけ単押しである。お、正解。そうです、私は恋とは単押しだと思いますって言わせていただいたんですよ。皆さん以上でございます以上でございます。山内さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。この言葉を胸に刻んで次に行きたいと思います。好きだ好きだ好きだ挨拶から始め、思春期のアドレナリン、制服の羽、生きることに熱狂を、8ブロック5曲、私は3曲このうち出演したんですけど、挨拶から始めは制服の羽、生きることに熱狂を、これ裏話っていうわけじゃないんですけど、裏話みたいなことがあって、制服の羽あるじゃないですか制服の羽、私上手の、まあ、嘘、下手の7.5 にいたんですね。最後の位置がこうやって終わる位置がで、生きることに熱狂が上手の 8.5 なんです。最初の位置、イエース夢を見て全力でぶつかってみよう、このカウントの中で行かなきゃいけないんですよ。そうで、なんか曲調的にもめっちゃダッシュする曲でもないし、なんかみんなが移動する、その30何人みんなが移動するから、いけるってなってだいたい90ピッチ90センチぐらいなので、そう、まあ8メートル、まあだから15メートルぐらい進んだんですよ私。16メートル弱を、イエース夢を見て全力でぶつかってみよう、あの16カウント28で、だからもう1カウント1メートル進んだんです。とりあえず劇場の広さがだいたい6.5 から6.5ぐらいかな、だからそれよりもうちょっと長いぐらいです。を16カウント28で進むっていう、しかも徒歩で、しかも30人が移動してる中で、無理ですよマジでめっちゃ頑張った。だから練習の時にその遠い人って言われて、そう、はいって手挙げたんです。それは手挙げるじゃないですか、絶対無理だよと思って、はいって手挙げて、え、私そのダンスの先生からはるちゃんって言われてるんですけど、はるちゃんどこまで行くの、あ、上手の 8.5 です真逆やんと思ってそう真逆なんですよ。そう、えってなるじゃないですか、いやダンスの先生がそこで決めたんですよと思って、あなたがそこって言ったから私はそこに行くんですけどと思いながらそう、いやでもそう頑張ります、はい、通してください、すいません、お願いします
言って頑張って進みました。間に合いました。カレンちゃんが、私隣がねカレンちゃんだったんですけど、その生きる子で熱狂用のあー汗かいてっていうところの隣がカレンちゃんだったんですけど、いつ来るかいつもドキドキしてたそう、なんならさ裏回った方が、裏回ってめっちゃダッシュした方が早かった説そんなことないかなイエーイエースで履けて、そう下手の袖に履けて、もう後ろダーってダッシュしてあーまでに間に合った方が早かった説もあるんですけど、まあ1秒でも長く皆さんの前に出たいので、まあまあまあ頑張って移動しました。瞬間移動その2 はい、で47は何かありますか、まあ、いつもの感じですって感じはい、そしてアンコールが成功到底から始まって、成功到底は初めて30人超えで披露したのかな。うん、パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そう、これこの間の劇場は25人とかだったので、そう愛媛に行ってる子とかがいなくて、だから25人とかだったので30人超えで初めて披露させていただいて、私は楽しかったけど移動がとても大変な曲なので47のいないメンバーのところは、いないところっていうと例えば、ま、むずいな、京都とかは詰めました。完全にもう曲尺を詰めて、それで福井と鳥取だけ映像で流れてました。そう今ちょうど16人いないんですよね、だからぴったり収まったから32だったので、そうちょうど16人いない。うん、のみさんハートありがとうございます。堀ちゃんさん、ピンクタコありがとうございます。作太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうみたい、神奈川は神奈川だけみんなで言いました、その昼の時か、今あキュートか、今キュートだから神奈川はみんなで言ったんですけど、すごいね、私怖かったです。なんて言うかっていうと神奈川の次なんですねそうお便りの次なのね、私神奈川富山なんですけど、だったんですけど、そう今いない県なので、そうなったんですけど、すごい私が飛ばすしかないじゃん、うん私が飛ばしちゃ一番ダメじゃないですか、そう次だから、もう絶対飛ばしちゃダメ、絶対飛ばしちゃ、もう飛ばしたらもうマジダメと思って、そうでもやっぱ隣の人が立ったら立つっていうのが本当にずっとやってた、やばい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 、やばい、行くぞ行くぞ行くぞ、よし東京神奈川富山、無事、はい無事言えました、よかったと思って、もうそれを言えた後の2階に私その後行ったんですけど、そうイーストのメンバーが2階でウエストのメンバーが1階っていう感じだったんですけど、もうそれ言えた後のもう安堵はマジやばかった、あー言えたと思って階段登ってたそう懐かしい、懐かしい1週間も前じゃないけどちょっと前の記憶です。次12秒、ずっとずっと12秒はマジで何回もやらせていただいてるんですけど、初めてテトラポッドポジション、あれこの間もそうだったっけな、いや違うと思うけど、テトラポッドポジションだったんです。
テトラポットに寄せて返す波音っていう、そうテトラポットポジション歌いました。めっちゃ楽しかった。多分ひーちゃんがやりたいって言ったのかな。そうでなんかてててて、よってやつあるじゃないですか。あれなこさんがやってるから、私なこさんのポジションだったんですけど、そうできるかなと思ってドキドキしてたんです。もうよって言う気満々だったんですけど、じゃあこの曲の煽りどうするってなって、まあ、とりあえず本田ひーちゃんがセンターだから、まあ、ひーちゃん煽ろっかってなって、でそしたらひーがえなるも一緒にって言って、なるとひーのあのよっってやつが飛び交ってました。よよよよよよっていうのが、そう最初がひーだけ、なる次なるだけ一緒にみたいな感じで、そうやってました。あなこさんのポジションだったけど言えなかったと思って、まあでもテトラポットポジションだったのでよかったです。はい、でなんかリハの時はその一番最後「テッ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 テ」ってやつがあるんですけど、そこがすごいバラバラだったらしいんですけど、なんか本番はめっちゃ揃ってたよって言われて、めっちゃ良かったと思いました。そうダンスの先生に言われました。でも見れない、リハのね映像はね見れるんですけど、スタッフさんが撮ってくださってたので、そう本番の映像は見れないので、リハのバラバラの映像を見ようかな今から。あれない。よよよよ。でで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 。あれ撮ってない。あれ消えてる？そんなことは。あれ47までしかない。消えてる。ピエン、これ間違ってる。もうこの時から間違ってたんだ。私じゃないんですけど、ウィンクは3回で、その最後にナコさん1人が立つっていう時があるんですけど、瞳のさ、3列目2列目1列目ナコさんだけっていうのがあるんですね。瞳の奥でささやくわーっていう4回立つ場面があるんですけど、本番でなんか私だけ立つはずなのに、なんか隣のメンバー他のメンバーも立ってて、待ってと思って、私だけだよって思ってたんです。その前にみんな立たなきゃいけないところだよって思ってたんですけど、もうリハの時から間違ってた。このメンバー違うやん。そうおいおい。まあ私もね、あのウィンクは3回その途中からしかありませんっていう振り振りっていうかリハ映像だったので、そこ確認しなかったから私が悪いんですけど、そう途中からだから私いなかったところだったんであれなんですけど、そうだから見なくていいやと思って見なかったんですけど。違うやん。まあこれは本番、あのきっとあれですね、撮影曲だからどっかには残っているんじゃないでしょうか。でもなんか綺麗なんですよね逆に。うん、だからもういいです。365歌いました、夢へのルート踊りました、終わり。キューティーはこんな感じ。
そしてフォクシーに行きます。フォクシーはででーん、じゃん、バード禁じられた2人で始まって、まあ昼と一緒、昨日キューティーと一緒、デモハモアコースティックバージョンがありまして、噂の小芝居があって、ディアマイティーチャー軽蔑していた以上、今夜グラリアは誰に抱かれる、ネモハモルーマーの4曲を続けて聴いていただきましたが、ディアマイティーチャーの前にね、あの一つお芝居がありました、そこを今からお話しさせていただきますね。あやねちゃん、ねえねえ知ってる？アコースティックバージョン今回のためだけの噂だよ。私噂じゃなくて本当だよ。しかもあのダンスパフォーマンス集団のメモンさんがやってくださったんだって。あやねちゃんマジか、私たちもかっこいい制服を着ているんだからそういうのやりたいよね。私わかる、もうこういうコントチックなのも飽き飽きだよね。下尾くん、まあまあまあ、りんちゃん役割があるんだから、ゆいゆい一生懸命やろうよ。あやねちゃん、3人は昨日やったでしょ、黙ってて。私、じゃあさ、この3人以外のセンター、次の曲のセンターを決めない、この3人以外で。次誰が言ったんだっけな、もう私はここまでしか言うことがないからもう忘れた待って、次誰が言ったんだっけな、この3人以外で、ひなこかな、ひなこかな、せっかく制服なんだから現役 JK がやろうよ。座りました、座りました私、はい。まあ確かに現役 JK ではないんですけど、制服は似合ってるよねってあやねちゃんと喋ってました。おかしいな、とっても制服は似合ってたと思うんですけど、あやねちゃんのモノマネマジかはい、そんな感じあやねちゃんのモノマネです。まあそれはいいんですけど、似合ってたよね、おかしいな。まあで結局まあいろいろあって、まあ昨日の公演でセンターやってない人ってなって、まあのんのんがねセンターになったんですけど、そう、あの制服はこれからも似合うって言ってくださいお願いしますはい、ということで Dear My Teacher、そしてなんだっけ、軽蔑していた以上は、あの私静岡でね、高見菜さんじゃない前田さんのポジションを、ん、高見菜さんのポジションか、待って待って、どっちだ、わ消したなこの間、どっちだっけな、今回のポジションがその2番目の上から2番目のポジションで、うわ消したわこっちも、うわどっちだっけな、あった、セットリスト歌割り、キョッチキューティーフォクシー前田さんですね。匿名で守られた悲劇もっていう、そう、そこを歌わせていただいて、だから今回も2番目のポジションでした、イエーイ、嬉しかった。この曲、この曲はやっぱ表情が大事だと思うので、前にいないとほぼほぼ表情をなんか見れないから、そう前にいれるだけとっても嬉しい。次、今夜グロリアは誰に抱かれる、この公演で一番苦戦した曲です。私がマジでむずかったこの曲、もういいもん、もう誰もセットリストに入れないでって思う本当に難しかった。うん、なんかサビはね
そんななんですけど、なんか一人一人やることが違ったりとか、結構移動が激しかったりとか、これ MT 公演の曲なんですけど、めっちゃ大変、うん、大変でした。もういいもういいって思いますね。みんな多分そう思ってる。今日あのドボンのリハ中になるちゃんが踊っててやめてって言ってました。私私と、誰がもう一人言ってたかな、七瀬かなか分かんないけど、誰か忘れたけど、やめてって言ってましたでもいい曲なのでね、うん、なんか踊れるとよかったって思うけど、レッスンの時はマジで踊れないってなってました。でももう投資を何回もやっていくうちに、そのよりね質を高めれるようになったのでよかったかなと思います。はい、ユニット唇フレーズシーズゴン、心の端のソファー、記憶のジレンマ、抱きしめられたらゲスの夢、グリーンフラッシュということで、唇フレーズ私出演しました。イエーイ。この曲は本当にやりたかった曲だったのでとっても嬉しかったです。欲を言えば高見さんのポジションでやりたかったです。はい、まあ歌割りがまだ展開されていなかった時にですね、私とりんちゃんとぎょうちゃんっていうのをあの3人、あこの3人でやるんだと思って、え私が高見さんのポジションで、えりんちゃんがにゃんにゃんさんのポジションだったらもううちは神じゃんって思ったんですけど、あのそうでした。高見さんのポジションをりんちゃんに取られました。でも峯岸さんのポジションもあのもともとの曲の B メロがね、まあ、本当はねコールがあったらね、そうはーるぴょんって言っていただけるところだったので、友達の彼女なんだってっていうところで、そうもともとのコールができる状態だったら言ってもらえたところだったので、まあ、コールができなかったのでちょっとピアなんですけど、でもとても楽しく歌えました。イエイ。YK さんハートありがとうございます。すみちゃんハートありがとう。キュンです、ありがとう。堀ちゃんさんかわいい、ありがとうございます。でもめっちゃ高見さんの衣装でできたんですよ、だからすごく嬉しかったです。えへ、はい、ありがとうございます。幸せでした。まあそりゃね、衣装は私が高見さんのでしょう。それ以外は逆に驚きでしょう私誰が高見さんのを着るんだ、そう私です。はい、次、グリーンフラッシュは私出演してないんですけど、あのあの鈴木拓さんが面白かった本当にめっちゃおもろかったです。めっちゃなんかその音響とかはどうですかっていう時に、あのあ全然もう僕は言われたことをやるだけなんで全然大丈夫ですってそのリハの時は言ってたんですけど、あの関東メンバーにがなんか誰かがポジション間違えてたんですよ。そうで、あのダンスの先生が「えまるまるちゃんここ何番じゃない?」みたいな、締め合ってないけど何番じゃない?って言った後に、その鈴木拓さんが「おいまるまる間違えないよ!」って言っててそう、なんか関東メンバーと仲がいいんだなっていうのがすごい伝わりましたね、めちゃめちゃ。うん、すごい伝わりました。そしてなんかね、あのリハめっちゃ覚えてくださってたんですよ、あの私のことをじゃなくて、なんていうの、そのあれを歌詞とかをめっちゃ覚えてくださってて、そう、まあなんか多分緊張で飛んじゃったんですけど、きっと本番は。でもリハの時マジ完璧だった。そうだから、もうあの映像をどっかに流してくれと思いますけどまあいつかバチコイで流れることを私は見れないんですけど、期待して、はい
え、本当になんか七瀬ちゃんがカンペをこうやってたと思うんですけど、そのそれが最初リハの時になんかちょっと準備ができなくてなかったんですけど、え、まあ、途中からはあったんですけど、でもすごい本当に、でリハ本来のリハなんていうの、そのたくさんがいない時の私たちだけでやるリハの時は鈴木たくさんはもうラップ終わったら吐けるっていう感じだったんですけど、最後までいてくださったりして、そう、この夕暮れが夜に変わる前この振りも誰も教えてないです、多分。だからたくさんがしっかり映像を見てやってくださったって考えたらめっちゃいい人じゃんと思って、なんか私の中では、ごめんなさいね、本当にバチコイを見たことなくて、あの一緒に共演させていただいたこともないので、私の中ではもう逃走中のあのイメージしかないんですよはい、すごい申し訳ないんですけど、本当に。なのでなんかそのそれを今回、その私のイメージとは違ったシーンというか姿のたくさんを見れて、え、めっちゃいい人じゃんって思っちゃいました。え、これもしかしてあれですかね、なんかブランディングのあれに関わったら本当に申し訳ないんですけど、めっちゃ、わーってめっちゃいい人じゃないですかって思いました。はい、私もいつかね、あのバチコイ出演したいです。いつでもあのお願いします次、イノセンス、マドンナの選択、バラの果実、盗まれた唇。このね、イノセンスと盗まれた唇ですよ。私やったことがなかった、他のいろんなメンバーやったことあって、でも結構セクシーでしたか頑張ってセクシーにやりました。ちなみにこの時の衣装も高見菜さんの衣装でした。幸せで、この時の裏話っていうとあれなんですけど、あのすごい靴がね、すごい、まあもともと多分 MV 用のあれなのかな、服とかなのか分かんないんですけど、靴がすごい滑るんですね。滑ったんですよ、めっちゃ。そうで、なんか多分その滑り止めみたいなやつが靴の足のね、靴底の裏に多分ついてたんですけど、いろんなメンバーが、そう、あの次のね、汚れてる真実、ジタバタ、天の弱バット、星空を君に、蜂の巣ダンス、生きることに熱狂の、あのブロックの時にみんなの靴底の裏のその滑り止めが落ちてて、もうもう笑いが止まらなくてみんな靴底落ちてると思いながらあの歌ってました。そうすごく面白かったです私はね、この8ブロック、バッタと星空と蜂の巣、生きることに熱狂を、蜂の巣から熱狂のね、あの移動はね、3番から、上手の3番から上手の 8.5 だったので全然大丈夫でした。で47は、フォクシーはお代理がいたので、隣のお代理が言ったら言うっていう、はい、そんな感じで。成功とて、誰のこと一番愛してるはやってない。メロスはね、東対西でやらせていただいたんですけど、私岐阜ツアーの時にメロスやったことあって、そう、でもね、岐阜の時のメロスは私西の側のポジションができたんです。なんていうの、西の時にやってた、今回西のメンバーが踊ってたポジションをやってて、そうだから、あのもうどっちもできる今ちょっとそれは持ってるかもしれないけど、今どっちもできる、うん、そんな感じ。もう無理かも、でも懐かしいです。そんな感じでした。ということで、まあ8の日はこんな感じな感じでしたよっていう話でした。はい、眠たい。あ、今日ね
新幹線乗ってたらねペンの充電がなかった。ということで本当に無事8の日が終わってよかったなと思います。またね次のコンサートに向けてまた私たちも頑張りますし、次はねレミちゃんとヒユカもみんな揃って全員でマシロもねもちろん今回マシロ一緒に出演できたから次も絶対にマシロも出演してってなるっていうコンサートをね早くなんか本当になんか AKB チームメイト全員で頑張りますのでって言ってるけどいやー2人いないんだよなって思いながら私はいつもって思ってたので今度は2人も一緒にしてもちろん今回久しぶりに一緒に共演できた真白も一緒にまたねみんなで本当に全員で出演できるような8のコンサートがあるとすごく嬉しいなと思いますし、まあ、それがいつになるのかわからないですけど今一番希望期待ができるのがきっと4月3日だと思うのではいもう祈りで祈りで祈りで祈りみんなで祈ってみんなでもう早くこれをねもう瞬足に瞬足収束に向かっていきましょう。頑張ろう。そしたらまたねお見送りとかも練り歩きとかもできるかもしれないし、こんな感じでございます。ということでそんな感じでした。はい皆さんありがとうございました。それではちょっと私も腰が限界なぜかキューティーのツインよりフォクシーの巻き下ろしの方が見つけやすかった。なんでなんで私どっちもなんか京香ちゃんとめっちゃ間違えられた。昨日のお話し会の時にめっちゃ言われました。そうパンダさん、マッチーさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。腰はお大事にします。湿布貼って書き初め、あしかも虎の話もしてない。明日します。あさってかもはい、いつかしますまたこうやって長い時間配信ができるときに、明日はちょっと短め配信なので長い時間配信ができるときにおしゃべりさせていただきます。ということでスミちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう。それではさっきタッケ兄さんいたけど今もいる？歌いたいんだが、しかし今日のお昼の分いますか？あ、いた。歌います。今日の次の曲なんだよね。でも前しかだ。前しか向かねえ。横を向いたら涙に気づかれるから。ミラボールありがとうございます。もう前しか3回目ぐらいなんですけどありがとうございます。竹兄さんミラボールありがとう。今日のお昼ということでそれではランキングいきます。1位トラック野郎とゴリーさんありがとうございます。音符も今ありがとう。2位サプライズレバーさんありがとう。3位ホリちゃんハッシュタグハルピョンのお顔結構好き、嬉しい、ありがとう。4位シーカーさんありがとうございます。5位パンダさんありがとうございます。6位 A ダッシュアットピョンドさんありがとうございます。7位サクタロウアットハルピョンは常に良きな加減ですよ、キュンです、ありがとうございます。8位山内さんありがとうございます。9位マックミックさんありがとうございます。10位トラッキーさんありがとうございます。11位マー君あとピョンズ君さんありがとうございます。12位
長野県民やと奈々ちゃんさん DD がいます。13位、 YK やと腰を大事に、要注意だけは要注意だねさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はでで猫舌さんです、ありがとうございます。1位から読むの珍しい。昨日お話し会でも言われたんですけど、私あのなんで1位から読んでるかっていうと、結構あの12時とかにね終わることとかも前にあって、その時になんかその13位から読んでた時に読めなかったことがあって、そうなんかだから、まあ、私のね時間配分ミスなんですけど、でもそうなるのがすごいなんかあれだから、まあ、1位の人がやっぱ一番本当にありがとうっていう気持ちも込めて、絶対に呼ぶよっていうのも込めて1位の方を最初に読むようになりましたね。結構珍しい、まあ、大体13位から皆さん呼んでいくんですけど、私はそんな感じです。ということで、それでは皆さん本当に今日はありがとうございました。しっかり私もこの後あの湯船に入って睡眠爆睡したいと思います。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。そうです、橋本流です。周りと同じことをしてても面白くないので、いきます。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはある、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。皆さん本日はありがとうございました。それではおやすみなさい、バイバイ、ありがとう、また明日午前中に会おうぜ。